非公務員化とは国家公務員法、または地方公務員法の全部、または一部が適用されている行政組織、行政法人の職員に対し、その適用を除外する機構改革の手法である。非公務員化により、職員の身分は公務員ではなくなる。非公務員化は組織形態の転換に付随する形で行われる場合が多いが、 独立行政法人の非公務員化のように、組織形態の転換をしないまま行われる場合もある。この項目では、主に国家公務員の非公務員化について説明する。独立行政法人には、行政執行法人と中期目標管理法人と国立研究開発法人の3種類があり、行政執行法人の役職員は国家公務員であるのに対し、 国立研究開発法人と中期、目標管理法人の役職員には国家公務員法が一切適用されず国家公務員でない。ただし、行政執行法人とそれ以外の独立行政法人は役職員に対する国家公務員法及びそれに関連する法律が一部適用されるか否か、並びにそれに付随する法制上の措置に違いがあるのみで、 独立行政法人としての組織形態に違いはなく、組織としての権能、権限に、差異はない。したがって、独立行政法人の非公務員化は、法人の機構改革を行ったように見えるが、実際は、組織形態の転換を伴わない、単に役職員に対する法令の適用関係を変化させるに過ぎない措置といえる。独立行政法人通則法第51条により、 行政指向法人の職員は国家公務員とされるが国家公務員法の規定の全部が適用されるわけではなく国家公務員法第18条第28条第62条から第70条まで第70条の3第2項及び第70条の4第2項第75条第2項並びに第106条の規定は適用されていないまた 国家公務員法に関連するの各法律の規定は行政指向法人も適用されていない。日本郵政公社の民営化、社会保険庁の全国健康保険協会、日本年金機構への移行と機構改革に付随して非公務員化が行われているが、独立行政法人については、公述するように非公務員化自体が改革手法の一つとして考えられており、 機構改革を伴わず、単独で措置されているケースが多い。独立行政法人などを非公務員化すると、給与や手当、勤務時間、休暇などが、弾力的に行え、組織運営が柔軟になると評論もあるが、上記で見たように給与法や、勤務時間法は、特定、非特定に関わらず、すべての独立行政法人において適用外である。ため、特定独立行政法人であっても、 給与や手当、勤務時間、休暇などは、弾力的に行える。こうした、非公務員化の効果の評論は、その多くが、単にイメージで述べられているに過ぎず、まといていないものが多い。非公務員化の法制上の効果は、公務員として制限されている規制が解除されることに、伴って、などの効果が発生する。使用者側の人面の自由度以外は、組織運営には、何ら関係なく、 もっぱら職員の個人生活において自由度が増す効果と言える。また、上記で見たように、単に職員に一部適用されていた国家公務員法の規定がすべて外れるに過ぎず、気候上の合理化策ではないことから、財政的には非公務員化によって財政源となる要素はなんなない。他方で職員に適用する労働法制が一般化することになるためということから、 必然的な財政増を伴うこととなる。また、職員にも雇用保険料の負担が発生し、職員の可処分所得は低くなるが、これを不利益とみて、所得原文を補填した場合は、さらに財政増を伴う結果となる。その他、採用方法についても、人事院が全省庁一括で行っている国家公務員、採用試験が利用できなくなるため、 独自に採用事務を行わなければならず、公平性を担保した場合のコストが増加し、財政増になる。行政改革推進法では、その第52条において、平成18年度以降に中期目標の期間が終了する特定独立行政法人については、その業務を国家公務員の身分を有しない者が行う場合における問題点の有無を検証し、その結果、 役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められないときは特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行させるものとする。と規定しており、非公務員化を行政改革の手法の一つとして位置づけている。また、平成十九年十二月十四日に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画においても、非公務員化を 独立行政法人改革の一種法として位置づけている。なお、行政改革推進法第52条の非公務員化は、同法の第2章第4節総人権費改革の規定であるが、上記で見たように人権費を削減する効果、法益は有しておらず、むしろ人権費増を伴うこととなる。国立研究開発法人や中期、 目標管理法人や国立大学法人など非公務員化された公務員や特殊法人においてはその職員についてみなし公務員規定が置かれるものが多い。独立行政法人制度の設立や国立大学の法人化の方針を定めた中央省庁等改革の推進に関する方針においては行政執行法人以外の独立行政法人の職員について 業務の性質等に応じ一定の独立行政法人の職員に個別法令により刑法その他の罰則の適用についてのみなし公務員規定等を置くものとするとされており、これに従い多くの国立研究開発法人及び中期目標管理法人並びに国立大学法人の個別法においてみなし公務員規定が措置されている。みなし公務員規定とは 法人の職員に対し、刑法その他の罰則の適用について、公務に従事する職員とみなすというもので、公務員ではない法人の職員に対し、公務員が行った行為に対する罰則と、公務員に対して行われた行為に対する罰則が、公務員と同様に課せられるというものである。具体的には、法人の文書、印象について、公文書偽造、 公印偽造などの罪が成立することとなる。刑法以外の罰則には、暴力行為等処罰に関する法律がある。みなし公務員規定により適用される罰則は、国家公務員や地方公務員であるものにつき独自に、その含む規律を定めた国家公務員法、または地方公務員法上の罰則の適用はないと、解されている。なお、非公務員化された、 一特定独立行政法人の職員は引き続き宿舎を使用することができるが、これは個別法によって国家公務員宿舎法を職員に適用することができ、それに伴って宿舎を使用することができるのであって、みなし公務員であるからではない。みなし公務員と宿舎法の適用は法制上全く別の措置である。ありがとうございます。